イラとして、ロシア南部の国会沿いの多ンログで生まれた。家族は、ユダヤ系であった。1908年に、ドイツのゲッティンゲンに渡り、ゲッティンゲン大学で、エトムーント・フッサールや、ダフィット・ヒルベルトの下で勉強していたが、フッサールが彼の論文に賛成しなかったため、パリ大学に行きアンリベルクソンと、レオン・ブランシュビックに指導を受けた。1923年に、 学位取得、1922年から1930年にかけて、パリの高等研究所講師を務めた。この時期には、同じ職場において、哲学者で著名なヘーゲル研究者だったアレクサンドル・コジエブと出会っている。1930年から1931年、モンペリエ大学講師を経て、1931年に、パリの高等研究所宗教科学部門の、 研究主任となった。1940年から1945年の間はアメリカ合衆国に亡命していた。1956年以降プリンストン高等研究所、研究員。1958年以降は没するまで、パリの科学技術史中央研究所所長を務めた。1961年にジョージ・サートン賞を受賞した。 弟子のチャールズ・ C ・ギリスピーの科学史論集、科学というプロフェッションの出現に、トイレについての回想論説がある。ありがとうございます。